はい、皆さん、こんにちは、滝です。ちょっと皆さん、もうあの動画を視聴していただいている方は、うすうすお気づきだとは思うんですけども、はい、滝はですね、実は、はい、離婚を、しております。はい、まあ、去年の家を、売る動画を出してから、動画のコメント内でも、滝のたくさんおったんじゃないかとか、まあ、ライブ配信する時も、そういった、コメントをいただいてまして、ちょっと直接そこに、触れることが、今までできておらず、はい、申し訳ありません。ちょっといろいろ、まあ、プライベートのことだったんで、このタイミングまで、発表することが、できなかったんですけども、はい、また、まあ、いろいろですね、家族のことも金銭的なこともいろいろもう全て僕は、ゼロからまた、もう毎日からですけど、またここから、ね、頑張っていきたいと思ってますんで、はい、皆さんちょっとこれからも応援の方よろしくお願いします。いや、なんか言いづらいかもしれないんですけど、はい、理由とかあったんですか？まあ、ちょっと客観的に、まあ、ちょっと価値観の違いとかってよく言いますけど、まあ、僕がやっぱり結構その自分の時間が欲しかったとか、まあ、いろいろこう自由人すぎるところがあったと思うんで、まあ、そこも一つですし、まあ、そこがまあ大まかですね。でもあと、不倫とかで、別れたわけじゃないので、はい、慰謝料とかも、ございませんし、そこはお互いがそう思いの上で、お別れをさせてもらったというところになります。はい、はい、あとですね、僕の住まいのことですね、まあ、お家どうなったんだというちょっとお声、心配の声をいただいてますので、ちょっとそれについてお話ししていこうかなと思います。まあ、先月じゃない、去年年末に家を売って、そこから知り合いへの力を借りて、まあ、仮住まいに引っ越したんですけど、それが1月お正月明けて帰ってきた時に、まあ、壊されてたというところまでは皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、そこからですね、買い方行ったりとかして、まあ、ネットカフェですね、いろいろもしてたんですけど、そろそろちょっと、はい、家を借りないといけないなっていうのが、はい、あって、もう極力もう本当にボロボロでも、はい、いいんで、まあ、お金、まあ、正直ないんで、本当にちょっと住めたらいいですね。まあ、住めて、まあ、トイレとお風呂があったらいいんで、そういう家を、まあ、ちょっと探して、入ろうかなと思います。で、まあ、結局家賃払わないといけないんで、もうちょっと食費にかけれるお金っていうのは、まあ、ちょっといろいろ計算してたんですけど、まあ、1ヶ月で、まあ、1万円ぐらいじゃないと、まあ、厳しいなっていうのがあって、まあ、そうやって、1ヶ月1万円で、はい、食費の方を頑張って生活していこうと、はい、こう思います。はい、で、まあ、お仕事もいろいろさせてもらってるんですけど、今後ね、戦争の方、本格的に、お仕事の方を、開始していきますので、頑張っていきたいと思いますし、皆さんもぜひ滝の直接掃除させてもらいに来ますので、ご依頼の方、お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、この動画が面白いな、いいなと思った方、チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。一発逆転、切り抜きお願いします。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 チャンネル登録もいいねもよろしくお願いします。